8戦目、ガルラ。HP800 以下でカウンターをしてくる。特に突進はスリップ効果があるため非常に危険。まずはハイポーションを盗みます。盗めなかったらリセット。ガルラの初撃はアリスのカバウでしのぎます。例のごとく守り役以外は全員瀕死にしてあるので、しばらくはカバウ守りで貫通できます。無知は 50% の確率で相手を麻痺させます。突進に備えてアリスを回復させておきます。麻痺の効果は約2ターン持続しますが、重ね掛けすることはできません。ただし麻痺が解除されると ATB バーもリセットされるため、その間に再度麻痺させれば敵を行動させずに済みます。HP が800を切るまでは 100% 安全なので加速します。連続攻撃をしてきたら HP が800以下になった合図です。攻撃するとカウンターしてくるので、レナ以外は防御させます。麻痺が通ったら、2ターンの間は安全なので、3人で攻撃します。突進のスリップ効果は守りでも防げないため、大変危険です。こちらの HP は非常に低いので、スリップを受けると途中で回復しない限り、HP を全て持っていかれます。2ターン経過したら、再びレナにのみ攻撃させます。突進はカウンターでしか使ってこないので、焦ることはありません。あとは、麻痺がすんなり通ることを祈りながら、これを繰り返すだけです。無事、突進を一度も使われることなく勝利しました。テイク数は29回でした。ハイポーションをドロップします。盗んだものと合わせて360ギルの大儲けです。